トレビアの戦いは、第二次ポエに戦争中の紀元前218年12月18日、イタリア半島のプラケンティア、現在のピアチェンツァ近郊、トレビア側を挟んで行われた戦い。ハンニバル率いるカルタゴ軍とティベリウス・センプロニウス・ロングス率いるローマ軍が、交戦し、カルタゴ軍が勝利した。紀元前218年、アルプス越えによって、 イタリア半島に侵入したカルタゴ軍は、迎撃に向かった、失勢官、プブリウス・コルネリウス・スキピオ率いるローマ軍をティキヌスの戦いで破った。スキピオは、プラケンティアまで軍を交代させ、もう一人の失勢官、ティベリウス・センプロニウス・ロングスの率いる軍団の合流を待った。その間にハンニバルは、ガリア・キサルピナの現地部族を懐柔し、自軍の増強に努めた。 4万名近くまで兵力を増やしたハンニバルは南下してトレビア側を挟んでローマ軍の野営地と対峙した。この頃にはローマ軍もすでに合流を完了していた。ローマの執政官は1日ごとに軍の指揮権を交代するよう定められていたが、スキッピオは先の戦いで負傷していたため、この時にはロングスが全軍の指揮を取っていた。この戦闘に参加した両軍の戦力、 および夫人は以下のようなものである。カルタゴ軍は最前列に戦像を置き、その後方に不評戦列を展開した。不評戦列は中央がガリア不評、両翼にはコサンのリビア、ヒスパニア不評がついた。不評戦列の両翼には騎兵を二分して配置した。また、ハンニバルは戦闘の前夜、弟の孫に二千の文献隊を与え、 川沿いの林の中に埋伏させた。ローマ軍は最前面に軽装不標を展開させ、その後方に3列の不標戦列を展開、両翼に騎兵を配置する通常の戦闘体系を取った。ただし口述するように、ローマ軍はカルタゴ軍の誘引策によって、体制の整わないうちに野営地から出撃することを余儀なくされた。このため、 完全な戦闘体系は組めなかったと考えられる。トレビア側の戦い、フジ人図12月18日早朝、ハンニバルは全軍に戦闘用意を取らせると、少数の騎兵を対岸へ派遣し、ローマ軍の野営地を吸収させた。ローマ騎兵が迎撃に向かうと、カルタゴ騎兵はすぐに退却を開始した。ロングスは一挙に決戦を挑むべく、全軍に野営地からの出撃を命令した。 対岸に到着したローマ軍は、上記の戦闘体系を取った。攻撃体制を整えたローマ軍は前進、交戦を開始した。事前の不利な条件にもかかわらず、盛況なローマ不評は、カルタゴ不評を相手に優勢に戦闘を進めた。しかし、両翼では、ヌミディア騎兵を中心とするカルタゴ騎兵が、ローマ騎兵を圧倒。まもなく、カルタゴ騎兵は、ローマ騎兵を撃退し、 ローマ軍の側面に回り込んだ。さらにこの時、林の中に潜んでいた孫の文献隊が出現し、ローマ軍の後方を襲撃した。包囲されたローマ軍は圧倒的な劣勢に陥り、周辺部から損害を増加させていった。ロングスは突破口を探し、正面のガリア不評に対して戦力を集中させた。カルタゴ軍中央を突破したローマ軍は、そのまま撤退した。 しかし、およそ半数が法以下に取り残され、殺されるか捕虜になった。この戦闘における、ローマ軍の損害は2万名を超えた。これに対しカルタゴ軍の損害は警備で、大半は中央のガリア不評であった。予想外の大敗を喫したローマ軍は、プラケンティアまで後退した。二人の失勢官は、カルタゴ軍の進撃を阻止することは、不可能であると考え、 北部イタリアの放棄を決定、軍を交代させた。ローマの正規軍に対して正面から挑み、これを打ち破ったことによって、ハンニバルの名声は大いに高まった。カルタゴ軍に参加するガリア兵は増加の一途をたどり、間もなく、カルタゴ軍の兵力は5万名を超えた。ハンニバルは、さらなる戦果を求めて南下した。ありがとうございます。